ジストニンは、ヒトイデンシリ ST にコードされた、タンパク質で、数種類のアイソフォームがある。神経組織、筋組織、上皮組織に存在する。上皮組織に発現する、アイソフォームは、BP230 とも呼ばれ、神経組織に発現する、アイソフォームは、ブパグ 1R、筋組織に発現する、アイソフォームは、ブパグ1ビットとも呼ばれている。 プラキンファミリーの一員である。プラキンの上位はスペクトラプラキンなので、スペクトラプラキンファミリーの一員でもある。上皮組織の反接着反の研究者は、ジストニンという名称をほとんど使用せず、BP230 という故障を多用する。上皮組織のジストニンアイソフォーム、ジストニン E の別名である BP230 の BP は、皮膚病の病名である。 プロスペンフギードの頭文字で続く230はタンパク質の分子量が 230K だという意味である。つまり水泡性類転膀層の患者で発見された分子量 230K だのタンパク質という範意である。誤解されないように書くが患者で発見されたが患者特有のタンパク質ではなく健常なすべての人に存在する。 BP230 の別名、ブパグ 1E の BP は上記の通り、ブロスペンフギードの頭文字で AG1 は抗原の一番目という意味である。E はエピシーリルの頭文字である。神経組織のジストニンアイソフォーム、ジストニン A はブパグ 1A とも呼ばれる。筋組織のジストニンアイソフォーム、ジストニン B はブパグ1ビットとも呼ばれる。 1953年、米国、ハーバード大学のウォルター・レーバーが、老人の表皮の水泡を、水泡生類天望層として、最初に記載した。1967年、レーバーは、水泡生類天望層の患者が、自分の皮膚の規定膜に対する抗体を作っている、ことを、蛍光抗体法を同定した。うち二つが主要で、 分子量は240ケイダと180ケイダだった。二つとも、半接着反に極在することも確かめられた。240ケイダは、後に230ケイダと修正されるが、この記事で説明する、タンパク質、BP230 である。なお、180ケイダは BP180 だった。百八十九年、CDNA が単理され、塩基配列が解明され、 人染色体6にあると同定された。図に、ジストニア患者1995年、カナダモントリオールガン研究所のラシミコタリーが、マウスの遺伝的な神経変性疾患である、ジストニアの原因遺伝子を突き止め、病名の、ジストニアマススキアロラムにちなんで、ディストーニンと命名した。判明したアミノ酸配列から、ジストニンは、半接着反のタンパク質、 b p 2 3十二類似のタンパク質であると判明した。反接着反の研究会では、ジストニンという名称を使用しないで、BP230 と呼ぶ人が多いが、2013年9月現在、BP230 は、ジストニンのアイソフォームの一つに統合されつつある。図3、ジストニンのドメイン構造。上皮組織のジストニン E。神経組織のジストニン A。 筋組織のジストニン B。プラキンドメインは、スペクトリン繰り返し構造が4つ、ついで SH3 ドメインが1つ、そして、再びスペクトリン繰り返し構造がある。ロッドドメインは、2つのコイルドコイル。中階系フィラメント結合ドメインは、2つのプラキン、繰り返し構造からなる。アクチン結合ドメインは、2つのカルポニン、類似ドメインからなる。微小間結合ドメイン。 N 末端側から C 末端側へと説明する。図3のドメイン構造モデルに対応して説明する。上皮組織のジストニン E は分子量が315系以の大きなタンパク質である。N 末端側にプラキンドメインがある。プラキンドメインはスペクトリン繰り返し構造が4つ、ついで SH3 ドメインが1つ、そして 再びスペクトリン繰り返し構造が4つあるドメインである。ついでロットド,ドメインがある。ロットド,ドメインは2つのコイルドコイル。このドメインでジストニン E 同士が結合しに量化する。C 末端側に中間系フィラメント結合ドメインがあり、中間系フィラメントに結合する。中間系フィラメント結合ドメインは2つのプラキン繰り返し構造からなる。 神経組織のジストニン A は分子量が 615K だと巨大なタンパク質である。図3に示していないが、ジストニン A の N 末端側のアブットのさらに、N 末端側にペプチドが異なる3種類のアイスォームがある。孵化したペプチドに細胞膜への結合活性があり、アイスォームにより機能は大きく異なる。ジストニン A1、孵化なしジストニン A2、 アブットのさらに N 末端側に膜貫通ドメインが付加している。そのために細胞内から膜に結合できる。ジストニン A3、アブットのさらに N 末端側にミリストイルカモチーフが付加している。そのために細胞内から膜に結合できる。N 末端側にアクチン結合ドメインがあり、アクチン繊維に結合する。アクチン結合ドメインの内部は2つのカルポン。 類似ドメインである。ついで、ジストニン E と全く同じ構造のプラキンドメインがある。次に、スペクトリン繰り返し構造がたくさんある。C 末端側近くの赤色の手前に2つの EF ハンドの CA 結合ドメインがある。C 末端側に微小管結合ドメインがあり、微小管に結合する。筋組織のジストニン B は分子量は 834K だと、 さらに巨大なタンパク質である。ジストニン B のアイソフォームもジストニン A と同じ、以下の3種類がある。孵化するペプチドは、ジストニン A と全く同じである。ジストニン B1、ジストニン B2、ジストニン B3、N 末端側に、ジストニン A と同じアクチン結合ドメインがあり、アクチン繊維に結合する。ついで、ジストニン E やジストニン A と全く同じ構造の、 プラキンドメインがある。次に、二つのプラキン繰り返し構造がある。図3では書き落としたが、ここは、中間系フィラメント結合ドメインであり、中間系フィラメントに結合する。次に、ジストニーム A とよく似た、スペクトリン繰り返し構造がたくさんある。ジストニーム A と同じだが、C 末端側近くの赤色の手前に二つの EF ハンドの CA 結合ドメインがある。 ジストニン A と同じ、C 末端側に微小管結合ドメインがあり、微小管に結合する。図4、半接着藩の構造模型と構成タンパク質、上皮組織のジストニン E は、図4では、BP230 と示してある。半接着藩の細胞膜裏打ちタンパク質で、細胞内のケラチン性にと、膜貫通タンパク質であるインテグリン α6β4、BP180。 CD151 に結合し、半接着肺の接着構造を細胞の内側から支える。核化細胞の半接着肺の形成と機能維持、極性形成、運動に必須である。神経組織と筋組織のジストニンは、アクチン結合ドメイン、中間系フィラメント、微小間結合ドメインがある。ジストニンは、神経細胞内でこれら3種類の細胞骨格に結合する。 さらに、細胞膜貫通ドメインや膜結合のミリストイルカモチーフを持つので、細胞膜にも結合し、細胞の骨格構造の形成、維持、細胞の生物機能の場の確保に重要な役割を果たしていると思われる。また、ゴル自体に存在するジストニンは、微小管の重合の核となり、微小管構造の安定性を維持している。手腕細胞では、特に、 ミエリンの形成に必須である1995年 BP230 遺伝子欠損マウスの作成が発表された。マウスは知死ではなく生体になる。半接着班の形態、細胞増殖、細胞基質接着も正常である。異常な点は半接着班の細胞内に細胞骨格が結合していないことだった。予想外のことに、 このマウスには強度のジストニアと感覚神経対抗の症状が見られた。予想外のことというのは BP230 遺伝子欠損マウス論文発表時点では BP230 がジストニンと同一タンパク質だということが知られていなかったためである。同じ年の1995年の論文で同一だと報告された。上記の病気の予防、診断、 治療に関する医薬品や研究機材への応用が大いに期待できるが、有効な医薬品はまだ登場していない。ありがとうございます。